大和メジャーは日本の競争馬守望馬2003年に中央競馬でデビュー、翌2004年にサツキ賞を制する。その後、呼吸疾患の全名症が重症化したことで一時、不審に陥るが、手術を経て、これを克服し、2005年4月に復帰。2006年には、 天皇賞とマイルチャンピオンシップに優勝し、最優秀短距離場に選出される。2007年にも、安田記念とマイルチャンピオンシップを制し、再び同賞を受けた。通算28戦9勝。中央 GI 競争5勝は当時史上4位体の記録。競争場引退後の2008年より種ボ馬となり、カレンブラックヒル、コパノリチャード、ブルドッグボス。 メジャーエンブレム、レーヌ・ミノル、アドマイア・アマーズ、ノーバレンダ、レシステンシアと8等の GI 級競争優勝馬を輩出している。有馬記念など、GIJ プニー競争で4勝を挙げた、ダイワ・スカーレットは、反妹。なお、ダイワ・スカーレットの祖父が、ダイワ・メジャーの父と同じサンデー・サイレンスであるため、3、4、妹とも言われる。2001年、 北海道千歳市の八代大ファームに生まれる。父は、当時不動のリーディングサイヤーであった、サンデーサイレンス。母は、中央競馬で4つの重賞を制した、スカーレットブーケ。当時すでにケイ氏には、新潟3歳ステークス優勝の大ワルージュをはじめ、それぞれ5勝を挙げた、スリリングサンデー、グロリアスサンデーといった、活躍場がいた。 後に G.I.J. プニーで4勝を挙げる、アグネスタキオン3区の大和スカーレットは3歳下の、半妹であり、他にも、祖母、スカーレットインクの系統からは、G.I.J. プニー9勝のバーミリアンなど、活躍場が続出し、この血統は俗に、スカーレット一族と呼ばれるようになる。祖母インク、母ブーケは、たくましい馬体の持ち主であったが、 本場もその特徴をよく受け継いで幼駒の頃から、大柄でがっしりとした体格を備え、性格的にも活発で、放牧地では、楽器対象的な存在であった。翌年より、育成調教を開始。調教を担当した、ボバ担当主任の東ズ長次郎は、首の力の異常な、強さ、そして引っ張る手綱に反しつつ、騎乗者を睨みつけてくる様子に、大げさではなく、 本当に震え上がったという。この頃は気に入らないことがあれば固くクに、反抗するといった非常にわがままな性格だったため、牧場スタッフを手こずらせた。ただし、一度覚えたことは難なくこなす、頭の良さも合わせ持っていたという。競争年齢の2歳に達した2003年夏に、ヤシロ大ファームの調教拠点、山本トレーニングセンターに送られたが、 間もなく繊歳に送り返される。馬に勝つを入れようと考えた東は、八代大ファーム生産馬のイングランディーレに起乗していた、公営北海道競馬の騎手、五十嵐冬樹に調教騎乗を依頼した。そして、五十嵐の手によって徹底的に追い込まれた大和メジャーは、以後いくらか、素直になったという。二から三歳、上原博之秋になり、雨の大和ルージュも手掛けた。 上原博之9社に入級。9社でも力の強さと神経質さでスタッフを振り回したが、非常な待機であるという点で関係者の見解は一致していた。2003年12月28日、中山開催の新馬戦で、菊沢隆則を安城にデビュー。当日の総案書では上原があんなに暴れる馬を見たのは初めてと言い,い、競馬会から、 出走取り消しを打診されたほど、激しく暴れ、さらに初めて注目の前に出た競争前のパドックでは、地面に腹ばいになってしまうという珍しい姿を見せた。本馬場入場後にも腰を下ろそうとする仕草を繰り返したことから、ウォーミングアップもできず、そのまま発走となる。スタートでは出遅れて後方からのレース運びとなったが、交渉面から進出を開始し、勝った。 モンスターロードから、首差の2着に入った。なお、上原はパドックでの様子について、パニックの一種だと思う。足を蹴り上げて、騒ぐのもパニックなら寝てしまおうというのもパニック。どうしていいか、自分でもわからなくなってしまったのだろう。それに、ここまで暴れすぎて疲れてしまった。そして、へなへなと腰を下ろしたくなった。そんなところだろうと語っている。 バッシュの大城慶造は、大和メジャーの性格的な部分を一切知らされておらず、パドックで寝た姿を見て、非常に驚いたという。翌2004年1月17日に、中山、ダート1800メートルの未勝利戦で2戦目を迎える。落ち着かせるために調教助手の飯田直樹が総案書から、パドックまでまたがり続け、安城の菊沢隆則に交代してからは、 前走とは異なり返し馬もこなすことができた。レースは最後の直線だけで後続にキューバシンの差をつけ、初勝利を挙げた。走破タイム1分56秒4は、前週に同条件で行われた、コバ専門下条件戦のタイムを0秒に上回る優秀なものだった。実戦には、自己条件戦のカトレア賞に登録したが除外となり、 やむなく初勝利時と同じだあと1800メートルの条件戦に出走したが、当日は単勝オッズ1.4倍の人気を裏切り4着と敗れる。クラシック3冠初戦、サツキ賞への出走権確保のため、3月21日には、スプリングステークスで重賞に初出走。 当日は16頭立て11番人気の評価で、レースではコーナリングが不安定な様子も見せたが、先行作から3着に粘り、サツキショーへの優先出走権を得た。これ以前に、旧車では、知らない場所に行くと興奮する、大和メジャーの性格を強制しようと、様々な試行錯誤を重ね、さらに、 怪我をさせてはいけないと、従来控えめに行っていた調教を厳しいものに変えていたが、大和メジャーは、厳しい調教で帰ってストレスを発散させ、精神状態が良くなる様子が見られたという。ミルコデムーロ4月18日のボバクラシック初戦、サツキでは、八代大ファーム代表の吉田テルヤの進言で、騎手はそれまで騎乗した、菊沢隆則から、 イタリア人騎手のミルコデムーロに変わった。当日は、いがらしふを安城に据える北海道競馬のコスモバルク、スプリングステークスの勝利馬、ブラックタイドが人気を分け合う中、ダートで一勝という実績の大和メジャーは10番、人気であった。スタートが切られると、大和メジャーは、名称ボーラーに続く2番手につける。前半1000メートル通過は、 過去10年で3番目に早い59秒7というタイムで進む中、大和メジャーは最終コーナーで名称ボーラーに変わり先頭に立つ。最後の直線ではそのまま逃げ粘り、追いすがるコスモバルクに一市に4分の1差をつけての優勝。母スカーレットブーケ、姉大和ルージュが果たせなかったクラシック制覇を遂げた。調教師の上原、馬主の大城にとっても、 これが、初めての GI 制覇であった。総破タイム1分58秒6は、コースレコードに0秒1差という高内容であり、また一生馬のサツキ賞制覇は1950年の、雲の花以来、実に54年ぶり6頭目の記録であった。上原は、今日は落ち着いていたし、この馬にとって良いペースだったので、安心して見ていられた、子供っぽい面はまだあるが、 覚えてしまえば上手な競馬をしてくれる。ダービーが楽しみになったと、クラシック2巻目、東京優秀への期待を口にした。安城のデムーロにとっては、前年のネオユニバースに続く、サツキ賞連覇であったが、競争後には、ネオユニバースと同じくらい力があると思うと語り、同馬が達成したクラシック2巻について、頑張ってもらいたいと述べた。 シュ生活三十数年というキャリアの末に GI タイトルを手にした大城はゴールに入った瞬間はちょっと恥ずかしくて言えないというタイだったという一方で2着コスモバルクの騎手が大和メジャーを強制したいがらし不幸だったことにいガラシ騎手は複雑な気持ちだったと思うとも述べた5月30日クラシック2冠がかかる日本ダービーへ出走 大和メジャーには、札幌賞から400メートルのビル2400メートルという、距離についての不安がささやかれ、当日の人気では、札幌賞に出走せず NHK マイルカップを5場審査、レースレコードで圧勝したキングカメハメハ、コスモバルク、青馬賞の勝利場ハイヤーゲームに次ぐ4番人気となった。スタートが切られると、1000メートル通過57秒6。 というハイペースを5番手で追走、最後の直線では3番手を追走していた、コスモバルクともども伸びを書き、レコードタイムで優勝したキングカメハメハの6着に終わった。ダービーの後は、故郷、車大ファームで夏を過ごし、秋は三冠最終戦の菊花賞ではなくコバ相手となる、天皇賞を目標とすることが決まる。9月26日、 柴田義富を安城にオールカマーで復帰し、同じくここから指導した、ダービー3着のハイヤーゲームに次ぐ2番人気の支持を受ける。しかしレースでは2番手追走から最後の直線で失速し、最下位9着と敗れる。10月31日に迎えた、天皇賞では12番人気と評価を落とし、 結果も勝った全ノロブロイから4秒離された2000連続の最下位17着に敗れた。大和メジャーには、サツキの頃から呼吸器の筋肉が麻痺し、軌道が狭まり走行中の呼吸に支障をきたす全名症の兆候が出ており、この頃には、それが、すっかり悪化していたのであった。喉から、独特の呼吸音がすることから、俗に、喉鳴りとも呼ばれる、この疾病は、 かつて兄、スリリングサンデーも発症し、古くは谷のムーティエへ、近い年代では、ゴールドアリュールといった一流馬が引退に追い込まれていた。獣医師の初見では、その病状は、5段階で4から5、正常時の60%から70%しか、空気が入っていかないという、重いものであり、上原は引退も視野に入れていた。しかし、大城、吉田とも、 競技の上で治療が試みられることになり、11月19日、ヤシロ大ホースクリニックで手術が行われた。手術自体は、さして難しくないものの、競争能力が戻る例は1から2割とされ、その見通しは、治る、可能性は低いが、やれるだけのことはやってみようという程度のものであった。4歳手術後は、休養に入り、2005年4月に、 ダービー協チャレンジトロフィーで復帰。当日3番人気に押された大和メジャーは、よどみのない流れを2番手で追走すると、最後の直線で抜け出して2着チアズブライトリーに2馬審査をつけて勝利。全名勝からの復活を遂げた。走破タイム1分32秒3は、レースレコードであった。上原は、直線で後ろを引き離した時には、続々しました。 サツ賞と同じくらい嬉しい勝利ですと語り、八代大ファームの長浜拓也は、上原先生から非常に順調との連絡をもらっては、いたが、どんな走りをするのかという期待よりも、どうしても、不安の方が大きかった。それにしても強かった。GI バの貫禄を見せてもらったと語った。その後は、順調に出走を続けたが、2005年には他に勝利を、 あげることはできなかった。秋に出走したマイルチャンピオンシップは2番手追走から最後の直線で抜け出しゴール前でかわされたハットトリックを差し返しに行くも花さの2着という赤杯であった。5歳、安藤勝美2006年春にマイラーズカップで約1年ぶりの勝利。この競争以降、機状停止などの事情を除いては安藤勝美が 主戦機種として定着する。同年春の GI 競争、安田記念、宝塚記念はいずれも4着となる。安田記念では2番人気の指示を受けていたが、最内枠からの発想で馬群に包まれたことに加え、全体の流れも遅くなったことで、持続的なスピードを持ち味とするが一気に抜け出す。瞬発力に欠ける大和メジャーには、不利な展開となっていた。その後は、 八代大ファームで休養に入り、秋は毎日王冠から指導。安藤は安田記念での経験を踏まえ、平均的に流れていた全体のペースを釣り上げようと、あえて最終コーナーからスパートをかける作戦を取った。最後の直線では並びかけてきたダンスインザムードと二度に渡って接触し、一旦前に出られたものの、残り100メートルから再加速し、 首差逆転にしての勝利を挙げた。当初の予定では、この後は前年2着のマイルチャンピオンシップへ直行することになっていたが、毎日王冠が校内容であったこと。また、競争後の大和メジャーの体調も良かったことから、2年前に再開となっていた天皇賞への出走が決まる。天皇賞にはフランス、外戦門賞への遠征を得たご看板。 ディープインパクトが出走を予定していたが、後に回避が表明されたことにより一転して、混戦模様を呈した。当日は一番人気が、GI 参照を上げている品馬のスイープ当初で3.9倍、上位ごとまでが10倍以下と人気が割れる中、大和メジャーは7倍の4番人気となった。なお、前日調教にまたがった、調教助手の飯田によれば、この時の大和メジャーからは、 かつてなく凄みのある感触が伝わってきたと言い,い、あまりにすごい感触で、誰にも言うことができなかった。口に出すと自分に、プレッシャーがかかってしまうと思ったからと振り返っている。天皇賞を制した大和メジャー。なお、画像の拉致にも見られるように、この競争は、久人と新殿下ご誕生慶祝という副賞を、冠して行われる、慶祝競争として行われた。 スタートが切られると、大和メジャーは、逃げるインティライミから4から5馬身後方の2番手を、追走、前半1000メートル通過は58秒8と、よどみのないペースで流れた。大和メジャーは、残り400メートル地点で先頭に立ち、追い込んできた、スイフトカレントに半馬身の差を保ち続けたままゴール。サツキ賞以来924日ぶりの、GI 制覇を果たした。 安藤は、これまでは、大和メジャーの力を出し切れるレースになることは、少なかったけど、今回はこの馬にあった、淡々とした平均ペースになったのが良かった。我慢強い馬だから、スウィフトカレントが来た時にもう一回伸びてくれたと、感想を述べた。また上原は、後年行われたインタビューで、嬉しかった。当時は、手術をして、GI を勝った馬はいなかったし、 全名称になったらもう、ダメというイメージだった。それが、同じ症状に苦しむ馬に希望を与えることができた。なんとかなる、GI だって勝てると。八代大クリニックのスタッフが心から、喜んでくれたのが、印象に残っていると述べている。当の獣医師は、あれだけ走ってくれるのは10頭手術したうちの一頭、ぐらいだと思うとの見解を示しており、吉田照也は、この勝利を、 奇跡と言っていいと評した。11月19日、マイルチャンピオンシップへ出走。当日は6頭の GI 優勝馬が顔を揃えた中、大和メジャーは、単勝2.3倍の一番人気に押された。レースは、前半600メートルが46秒0という早い、流れを2番手で追走しながら、最終コーナーでは猛然とした勢いで先頭に立ち、ゴール前では、 ダンスインザムードに並ばれながらも前に出ることを許さず、同馬を首差しりけて優勝。GI に連勝を遂げた。天皇賞とマイルチャンピオンシップの連勝は、1987年にこれを達成した、日報帝王以来19年ぶり2投目の例となった。安藤は、本当に強い競馬だった。今日は特に行きっぷりが良かったし、ペースが早いのは分かっていたけど、 無理に引っ張ることはしなかった。最後も後ろからダンスインザムードが来た時、もう一度伸びてくれた。負ける気はしなかった。記載以上に強かったと思うと称えた。11月30日には、年末のグランプリ競争、有馬記念への出走を発表。それまで1600から2000メートルを中心に、出走してきた大和メジャーに、同競争の2500メートルは、 長すぎるとの見方もあったが、上原はそれまでの番組選択は、全名称の影響を最大限に考慮したものであり、決闘背景や日本ダービー、宝塚記念での走りから見て距離に問題はないとした。毎年12月に、香港で行われる、香港国際競争が流星を見てから、日本国内でも1600から2000メートル路線の実績場は、 有馬記念を避けそちらへ回る事例が増えている中で、マイルチャンピオンシップ優勝馬が、同年の有馬記念へ出走するのは10年ぶりのことで、あった。有馬記念へは、ジャパンカップを静止 GI6 勝目を挙げていた、ディープインパクトに次ぐ、ファン投票2位で出走。当日の人気では、ディープインパクトに加え、当年のサツキ賞、日本ダービー、喫下賞、ジャパンカップを、それぞれに、 3,2,2着としていた、ドリームパスポートに次ぐ3番人気となった。レースでは、アドマイアメインの大逃げを2番手で追走、最終コーナーでこれを捉え、先頭で最後の直線に入ったが、ディープインパクトにかわされ、さらに、ポップロックにも刺されての3着となった。翌年1月に発表された、中央競馬の年度表彰、JRA 賞において、大和メジャーは、 最優秀短距離場に選出された。また、家庭の金量数値で各場の序列化を図る JPN、サラブレッドランキングでは、M コラム及び I コラムで、それぞれ1位となる121ポンドの評価を得た。6歳2007年、アラブ首長国連邦、ドバイで行われる、ドバイデューティフリーへの招待を受け、天皇賞で三着に退けた、アドマイアムーンと共に出走。 当年は日本からの2機を含め、出走16頭中8頭が、国際 GI 優勝馬という顔ぶれで、4つの G1 競争が行われる、ドバイミーティングの中でも特に出走馬の層が厚いと、された。そうした中で、大和メジャーは、調教において際立った動きを見せており、イギリスのブックメーカーの中には、大和メジャーが一番人気になったものもあった。スタートが切られると、 安藤、大和メジャーは、常の通り先行策を取り、最終コーナーから直線にかけて先頭に立ったが、中断に位置していた、アドマイアムーンに残り300メートル付近で一気に、かわされ、同馬から5馬身弱の差で3着となった。安藤は、この馬には、不向きな瞬発力勝負になってしまった。馬体を合わせる形になっていれば、また違ったかもしれないけれどと感想を述べた。 安藤は後年、スローペースに流れた、ドバイデューティーフリーではなく、アメリカ調教馬が競り合って、進むためペースが速くなる、ドバイワールドカップに出ていれば、同じコースで行った、長教の様子から見て、また同競争で3着となったブリッシュラックとの比較から見ても、好結果が残せたのではないかとしている。帰国後の6月3日、過去2回を8、四着としていた、 安田記念に出走。高松の宮記念優勝馬、鈴鹿フェニックスに次ぐ2番人気に支持される。枠順は1枠2番と前年に続き内枠であり、スタート後はやはり内で包まれる場面もあり、直線を向いた時点では4番手の位置であった。直線では、逃げ粘る混合力士王を追走、残り100メートルから馬体を接しての競り合いとなる。安藤は無知を嫌がる。 大和メジャーの性格を考慮して、手綱を押す動作のみで追い続け、ゴール前で首差抜け出して優勝。現役最多となる四つ目の GI 勝利を挙げた。安田記念が GI2 角つけられた1984年以降、クラシック競争の優勝馬が安田記念も制したのは初めての例となった。安藤は内枠だったのでどこで馬を外に出そうか考えていた。 最後はなかなかかわせないので焦ったが、一番得意な距離で勝ててよかったと語った。また上原は内枠を克服して、最後は本来の走りで勝ってくれた。この馬の頑張りには本当に頭が下がると述べ、ウィナーズサークルへ向かう大和メジャーの後方で涙を拭う姿も見せた。6月24日には春のグランプリ宝塚記念に出走。 創設48年目にして、初めて、フルゲートとなり、7頭の GI 優勝馬が揃い、競争史上最高のレベルと懸念された中、大和メジャーは7倍の5番人気となる。しかし先行することができず、中段からの競馬となり、そのまま伸びてくることもなく、アドマイアムーンの12着と大敗した。上原によれば、この時の大和メジャーは、体調の問題を抱えていた。 阪神競馬場の出張馬房に入る際、上原はできるだけ静かな場所に入れたいと、隣に他の馬が入らない場所という希望を述べたところ、隅の馬房を進められた。しかし、そこは付近を通る電車の騒音や、場内放送が鳴り響くなど、非常に劣悪な環境であり、競争前日には蒸し暑くなったこともあり、大和メジャーは食欲をなくしてしまったのだという。 当日の馬体重は 516kg という過去、最低の数字であった。安藤も、いつになく落ち着いていると良い方に解釈したが、どうもそうではなかったようだと振り返っている。夏は、八代大ファームは、休養に入ったが、当年8月15日に美ホトレーニングセンターで、馬インフルエンザの発生が確認されたことから、大和メジャーの美ホへの気球は1週間ほど遅れた。 しかしその後の調整に大きな影響はなく、前年と同じく毎日王冠より死亡。当日は出走中最高金量の 59kg を背負いながら単勝オッズ1.8倍の一番人気に支持された。レースは1000メートル通過57秒5というハイペースを先行し早めに先頭に立ったが、 後方から追い込んだ長さんとアグネスワークに刺されての三着となった。安藤は、ブライトトゥモローに合わせていくところまでは良かったが、その外から来られた。あれではちょっとと述べ、上原は、今年はちょっとペースが速かった。あと、外から一気に来られてしまったのも痛かった。もっと近いところにいてくれたら、もう一伸びできる馬なんですがと食いつつも、本当は勝たないといけなかったが、 先行勢に厳しい流れの中、よく走ってくれた。最後は、決め手の差で負けてしまったが、力のあるところは見せてくれたし、叩き台の前哨戦としては、まずまずの内容だったなどと先への期待を語った。10月28日には、史上2頭目の連覇がかかる、天皇賞に出走。当日は、馬インフルエンザの影響から、外戦門賞への遠征を断念し、 史上4頭目の天皇賞春10連覇を狙う、名称サムソンが2.9倍の1番人気、宝塚記念の後40億円と伝えられる価格で、ダーレージャパンファームに譲渡された、アドマイアムーンが3.8倍の2番人気、ダイワメジャーが5.6倍の3番人気という順となった。スタートが切られると、ダイワメジャーは5から6番手を追走。 最後の直線では内側に位置していた馬の射高の煽りも受け、名称サムソンの9着と破れた。同じく不利を受けた、アドマイアムーンは6着となっており、射高したエーシンデピューティは、アグネスワーク、シャドウゲート、アドマイアムーン、大はメジャーの進路を妨害した角で14着に、後着となった。安藤は、さあ、 これからという時にバランスを崩されて、馬が斜めになってしまった。うちはガラッと空いていたし、こんなことなら逃げればよかったと語った。11月18日には、マイルチャンピオンシップへ出走。当日は一番人気に支持されたが、前年よりも不安視され、オッズは3.8倍であった。前走の反省から、先頭から行くぐらいのつもりでと語っていた、安藤。 大和メジャーはスタートから先頭を奪うと、道中、一旦3番手に下げた後、最後の直線残り300メートル付近で、再び先頭に立った。最後は、追い込んできた、スーパーホーネットを、首差押さえ優勝。史上4位体となる5つ目の GI タイトルを、獲得した。マイルチャンピオンシップ連覇は、史上5頭目、全員年の同競争から安田記念。 マイルチャンピオンシップと続いた、マイル GI3 連覇は、史上3投目の記録であった。安藤は、並ぶ形になると本当に強い馬、残り50メートルの地点でかわされなかったので、なんとかなると思ったと感想を述べ、馬主の大城慶三は、安藤騎手はきっちりと、最高の乗り方をしてくれたと称えた。この時点で、獲得賞金が10億円を突破し、 中央競馬史上8頭目の10億円ホースとなった。大和スカーレット全集には妹の大和スカーレットがエリザベス女王杯で G.I.J. プニー合わせて3つ目の勝利を挙げており、年末のありま記念には兄弟対決という教師も加えられることになった。大和メジャーは11月26日にラストランとなるありま記念への出走を正式発表、ファン投票においては、 当年品馬として64年ぶりに日本ダービーを制したウオッカ、名称サムソンに次ぐ3位で選出され、4位のダイワ・スカーレットを上回った。スカーレットも安藤が主戦騎手を務めており、安藤は翌年以降を考慮して、スカーレットへ騎乗、メジャーには、サツキ賞でコンビを組んだミルコデ・ムーロが騎乗することになった。当日の単勝オッズで10倍以下となったのは、 名称サムソン、ポップロック、ウォッカ、ロックド幹カンブ、ダイワスカーレットまでで、ダイワメジャーは15.2倍の6番人気という評価になった。スタートが切られると調査が先頭を奪い、ダイワスカーレットが2番手、ダイワメジャーは5番手を追走。途中からダイワスカーレットは調査に並びかけて、先頭でレースを進めたが、3番手を追走していた9番人気の、 松井田ゴッホが残り400メートル地点から一気に先頭に立ち、そのままゴールまで押し切って優勝した。一馬身あまり差がついた2着に、ダイワスカーレット、ダイワメジャーはさらに二馬身差の3着となり、最後のレースを終えた。競争後、デムーロは、もう少し強気に行けば2着はあったかも、とコメントした。上原は、押村区は、妹と同客室だったこと。 ダイワスカーレットに譲らざるを得ず、自分の競馬ができなかった。それで最後に猛然と追い上げてきた時は、胸が熱くなったと振り返っている。同日の最終レース終了後、ダイワメジャーの引退式が挙行された。デムーロは、サツキショーは思い出に残るレース。今日も勝ちたかったですが、三着でごめんなさいと語り、アンドは、一生忘れられない馬。 引退式でまたがって寂しい気持ちになりました。メジャーの子供にも乗ってみたいと語った。上原はデビューからのことをいろいろと思い出して言葉が出なくなりました。メジャーにはたくさんの勉強をさせてもらって本当に感謝していますと語り、歓求した。なお、この競争前から大城は本当はもう一年を走らせたい。マイルだったら世界一。 もう負けないくらいの馬だと思っているからと未練を覗かせており、また、調教助手の飯田によれば、天皇賞を勝った時に近い状態が競争二日後にやってきていたといい、飯田も牧場に旅立ってしまうのが本当に惜しいと思ったと振り返っている。翌年1月8日発表された JRA 賞において、大和メジャーは2年連続の最優秀短距離場に選出。 レーティングにおいても前年に引き続き M コラム121ポンドの評価を受け、世界29位体となった。以下の内容は netkeiba.com 大和メジャーの競争成績に基づく。タメボバ時代主母バとして、総額18億円のシンジケートが組まれていた大和メジャーは、12月27日に、つなぎ用先となる、ヤシロ大スタリオンステーションに到着。 翌春から種付けを開始し、後輩党数は初年度から223、181、163、と推移した。初年度3区は2011年6月19日に、デビュー、同日の新馬戦で、ダローネガとエピセアロームが1、2着を占めるというスタートを切る。後勝ち上がったエピアセロームが、小倉2歳ステークスを制し、3区の重賞初勝利を挙げた。 当年、2歳主母馬ランキングで2位、新主母馬では1位となった。翌2012年には、カレン・ブラック・ヒルが NHK マイルカップを制し、サンクが GI 競争を初制覇同年には244頭との交配が行われ、この世代がデビューした2015年には、阪神ジュベナイルフィリーズを制し2歳女王となった、メジャーエンブレムラの活躍により、 過去5年間その地位を占め続けた、ディープインパクトを抑えて2歳リーディングサヤーとなった。3区の活躍は、芝路線だけにとどまらず、2016年3区からは、アドマイアマーズ、ノーバレンダと芝、ダートそれぞれで2歳、GI カチューマを輩出した。2019年には前述のアドマイヤマーズが、 香港マイルを制し、3区の海外 G1 発制覇を挙げた。競争面の特徴競争馬としては、先行作からの早仕掛けと移るほどのロングスパートを、心情としていた。大和メジャーで GI4 勝を挙げた、安藤勝美は、その走りについて、いつも先頭に立つところまではいいが、前に、馬がいないと遊んでしまうようなところがある。ただ、その部分は、長所でもあって、 状態は、今一つでも競馬に行って、馬と体を合わせると、反応して差し返すところがある。競り合いになって、ぴったりくっついていれば頑張れると述べている。その一方で、瞬発力勝負になり、一瞬でかわされるような展開には向かず、理想は、最初から平均ペースに持っていけることとした。ライターの谷川義久は、 自身の敵距離を超える有馬記念でも2年連続3着に粘っているように、スピードの持続力は、天下一品。また、並びかけられると2の足を使って、相手を突き放し、追いかければ確実にターゲットを捉える、優れた、勝負根性も光る。本気モードでかける大和メジャーを任すのは、かなり困難な仕事だったと評している。竹豊は、 ダイワメジャーが6歳となった2007年1月に行われたインタビューにおいてあの馬は本当にしぶといし敵に回すと厄介ですよねと表している距離適性はマイルから中距離を得意としていたこともあってダイワメジャーの勝利時の平均距離は1733メートルでこれは歴代の10億円ホースのうちで最小値の記録である身体 精神面の特徴がっしりとした体育は、母方から受け継いだものとされる。その体格に加えて、若駒の頃には、気性も荒く、三人がかりでも抑えつけられなかったことがあったといい、危険でやるため厩車の両端に、ロープが張られたこともあった。若駒の頃は、環境変化に敏感ですぐに、内臓の具合が悪くなる体質であったが、小馬になってからはそうした。 精神面の脆さがある程度解消され、国外への遠征が可能なほどになった。種ボバ入りしてからの担当者は、ダイワメジャーは、昇進さと好奇心の強さを合わせ持つため制御が難しいものの人間を信用しており、進んで信頼関係を結ぼうとする面もあるとの印象を語っている。種ボバとしてつなぎようされている。 ヤシロ大スタリオンステーション事務局の徳田圭介は、大和メジャーの真面目で健康、壊れにくいという強みは、母の父のオザ山テイスト譲りのものだろうと述べている。GI j ェープニー競争優勝フト字は、GI 競争。他中央、ダートグレード、競争優勝場他地方限定重賞優勝バブルードメアサヤーとしてのサンクトーサンデーサイレンス。 母の父のオザンテイストはいずれも、八代大グループが輸入し、それぞれ一時代を築いた主王馬である。日本におけるメスケース、スカーレットインクはアメリカからの輸入馬で、その日馬場、ユアホステスの血統が見込まれての導入であった。スカーレット一族と称される、カキキンシン馬のほか、広くはそれぞれ米にカンバのマジェスティックプリンス、リアルクワイエット。 ダービーステークス優勝馬セクレトが、ユアホステス系の出身である。カッコ内は、各馬の優勝受賞競争。太字は GI および J プニー競争。ありがとうございます。